こんばんはマジョリカマジョルカのヘアメイクアップアーティストのしんどうですプロモーションではモデルさんのヘアメイクや新製品の色作りをしています今日は11月21日に全国発売になる新製品の アイテムのスペシャルライブをなんとニューズの浜辺さんと一緒に行います。はい、浜辺みなみです、えー。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そして天の声として私と同じヘアメイクアップアーティストのオ田さんも参加してます。こんばんは、よろしくお願いします。<laughs> お願いします。はい。<っ>本日はねスペシャルライブ配信ということで見てくださいこの皆さん。<laughs> 背景お,お,お今どっちこっちだこっちだえ、そっちだ <laughs> 今魔女魔女な国マジョリピアを飛び回っているマジョリピア号に乗って浜辺さんとお届けしていますはい、すごいなんか指示あ、じゃない <laughs> すごいリアル、なんかリアルですね本当 <laughs> もうね、素晴らしい。<laughs> はいはい、じゃあね、皆さん このワクワクする背景とともにですね、いろんな仕掛けが出てきますので、コメントもお待ちしてます。はい。では、ちょっとおい出番ですよ。どっちを見ていくか。はいは度もコメントはもう可愛いで溢れ返ってます。そうですよね。ああやってますよね。たくさんの人見てくれてる。すごい。すごい。早い。CG なんですかって。CG じゃないです。ちゃんと持ってます。マジバリピアゴ揺れてます。 はい、はい、ではですね皆さんのコメントもちょっと恩田さんが言うところな気もするんですが <laughs> メイキャップレコードという別アカウントで返信もしていくのでどしどしあのコメントくださいではねどんどんね時間もったいないからねはい早速新作の紹介に行きましょうその前にシャドウフラッシュの世界にじゃあ移動移動し,まし移動し,ましょい <laughs> っ,ってこいレッツゴー <laughs> <laughs> シャドーフラッシュの世界にやってまいりましたねすごいあ寄ってた寄ってったではですね、はい、みなみちゃん恒例の例の呪文をなんかちょっと世界観見てもらえますあそうだったちょっとさあ、すがですじゃあこ <laughs> っちから私たちのこの雲の上感をす、ね、えー、すごくないですかねなんか浮いてるはい <laughs> <laughs> ではでは 私のいつもの呪文を。文をお願いいたします。いはい。マジョルカー。え?。え?。<laughs> え? <laughs> ってる。どういうこと?あてます。マジョリカマジョルカ。ええ,えかん、かんだかな私。あうん、あってる、あってる。いきますよ。せーの。はい、マジョリカマジョルカー。<noise> あ!。光った。<laughs> 光りましたよ。皆さん。 風船が <laughs> ああ<ー笑>いやすごいなんか今日すごい気合いが入ってて前日からリハーサルみたいなのしてもらってってこの輝かせ方のすごいあの幻想的な空間でお届けしておりますちょっとね前回のインスタライブよりねだいぶね、はい ね、グレードアップししちゃってね。いやーだいぶしまきょうはい。今日はお届けできるということでちょっと私たちも浮かれ気分でねは楽しいです、はい、ではですね早速このシャドウフラッシュ見ていきたいと思いますはいシャドウフラッシュあ上植えちゃねそう極上グラデが使が作れちゃうアイシャドウパレットということですねえー、とこちら はい撮影の時はね実際この南ちゃんに使ったのは今この私の手の上のこちらのねうんピンク系のくすんだピンクこちらの色を使ったんですけれどもはい実際ね後でねこれ見ながら実際どうだったかちょっと南ちゃんそうですねでうそうなんですよあのこの大粒のラメがあるんですけどこの左下にこれがあの他のもキラキラ細やかにするんですけどかなりあの

三色だけ使って、みなみちゃんの顔、仕上げてある状態になります。はい。そしてですね。このパレットの秘密、まだあるんですよ。なんと、なんと、なんと。はい。こちらを見て。絵が<は>。つながってる。絵がつながってる。この上の、上のイラストが。これね、つなげるには。四つね。ちゃんと並べてもらって。 すごい可愛らしいですよねそう。昨日ももちろんこだわって色もすごい一生懸命あのこんなくすみ色がみんなにつけたら可愛いかなってやったんですけど、うん、マジョマジョの世界に入るデザインもねはいいっぱいメイクに楽しくなるように思いを込めて作っています、はい、なのでこのアカネグモワルツというのがこのくすみピンクの色の名前なんですけれども一応ね順番的にこれみなみちゃんが持った方がいいのかな確かに見やすいそうね 反時計回りの順で右下からね右下から <laughs> こあらこれか <laughs> じゅ特に順番ね,ねまあ自由に塗っていいんですよ本当にもうどの辺でも塗っていただいていいんですけどもまずその右下から反時計半時計回るのがどんな方でもね簡単に使っていただけるで一番そのキラキラしてるの分かります、うん、フラッシュグリッターカラーって言ってねあそうそうそうそれなんですけどこれをね このままの仕上がりでもう十分南さん光輝いておるんですけれども実際塗ってってもらおうと思いますはい塗っていきたいと思いますはいじゃあ鏡を使ってえっとこれですねそうですねこれをそうそうよいしょちょっとじゃあちょっと置かせていただいてちょっとこう持あ <laughs> いいねよいしょあそうそうあ乗った乗ったクラッシュグリッター,ー見えますかねこっち側のか塗りました こっちが塗ってないそう、キラキラねもうこのグリッターもねいろんな色のあのグリッターを入れていてつける場所つけ心地もそうなんですけど場所によっても見、ね、え方が変わってきますこっち上と下のここの目頭にも塗りましたじゃあ両目塗っていきます,すほんでね目頭も良かったですよねすごい可愛か,かったもう十分光り輝いてるのにだって ありがたい。でもグリッターでもすごいんですよ。結構キラ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 つる。はいなりました。できましたかね。はい、結構ね目頭の下もね小指で入れてあげると光を受けてね。はい。綺麗になります。一気にねちょっと華やかに。これからね年末になりますしね。はい。年末になります。クリスマスもありますからね。そうです、ね。クリスマスね。ね <laughs> クリスマスもね年末も。はい キラキラして皆さん、はいね、過ごしていただきたいと思っております。はいはい、はい、一気に華やかに皆さん見えますかね？すっごいキラキラなんですよ。このを何をしても可愛いねだって。そうあと反対周りに塗るっていうのもすごい面白いしわかりやすいですよね。あのプライベートとかこのピンクっぽいのだったらあの真っ黒の時とかもすごいあの。 えるなっていうかお化粧にににポイイントにメイクに行ってすごい可愛いいいかなと思いました、はいはい、なんかこうマットなシャドウにこのグリッターをのせるっていうのはですねやはり新しい目元にねこれからなりますので是非皆さんも試していただけたらと気分変えたい時とかは、うん、マットだけまぶたはまぶた下だけグリッターとかでもいいし、うん、好きに使ってもらえたらいいなと思います。<laughs> はい、はい はいここでちょっと天の声入る <laughs> もうコメントがキラキラと可愛い,いでもうちょっと溢れてるね帰っててあ,にコメントてあでもすごい写ってるキラキラもちゃんと写ってるようてるもうあでも目がいい感じにって <laughs> あ画面でも伝わる <laughs> キラキラすごいってやったー頑張ってリハーサルしたかいがあったウフ <laughs> <ー> <laughs> なんでいいからもうどれを買うか迷っちゃうっていうコメントも来てました確かに4種類あれ迷いますよね迷うよね,ねピンクっぽいのはこの今つけてるのだけどあの真ん中僕すごい大人っぽかったんですよねそうそうさっきつけてみたらなんか真ん中の2色はもうどんな方でもどんなシーンでも使える色になっていて、うん、少し赤みよりと黄みよりに作っていますはい、はい、そしてですね 豆豆知識豆知識識これね全部に「マジョマジョって名前が書いてあるんですけれどもこれにもねひけ秘密がありましてなんとじこの「あかねぐも」っていうパレットの名前なんですけれども一つずつねあここにすごい詳しく <laughs> 書いてありますが頭文字こう「甘口の跡」か「角糖ねぐりじェもう一度。 気づきましたかね。はい、あかねぐも。あかねぐもってますよね、上が、はい、ぐるんってすると名前になってる。全部ね、この四色とも、こういう。隠れ、隠れ的な、隠れっていう。か、ね、ワン、ワンポイント秘密さんみたいなね。<ン> <laughs> なんていうんだろう。ね、なってる。ワンポイント秘密さん、そうですね。ね。そう。あ、で、気づい、自分で気づいたよね。ね。い 優しいそんな仕掛けがはいそうなんですよそう本当マジョリカマジョルカのこだわり感じますねほんとぽいそういう女の子らしい秘密みたいなのがそうなんですよなので全部ね全色名前付いてるからウェブでぜ是非見ていただけたらなぁと思っています、はいはい、でもねこれ定番品なんでねあっそうなんですねそう これね、限定品じゃなくて定番品なので制作であっこれからも売ってくれるんだ売り続けさせていただきたい <laughs> 売っていますので、はい、いろいろね悩んで触ってみてやってもらえたらなと思います、うん、はい、はい、ではね早速、うん、もう全部ねこう触って全部みなみちゃんにつけたいぐらいなんですからこのニュースはねみなみちゃんから言っていただきましょうじゃあ次の新しいニュースはい ででん。<laughs> えー、私が、監修させていただいた香水、第二弾。えー、魔女ロマンティカ80、808と書いて、浜辺。が、数量限定で、発売になります。<laughs> ありがとうございます。これですね。これです。あ、違う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 、それね。危ない、危ない。あ、違う。こっちですね。はい。はい。そしてね。ちょっと今、ちら、ちら見えしちゃったけれども、もう一個ね。 はいニュースがそうなんです、えー、第一弾で監修させていただいた焦がしシュガーとベリーの香りのマジョロマンティカ三七三えー、南も、えー、限定で復刻しますこれね皆さんあの本当に嬉しいと思うんですけど <laughs> あの秒速でね、うん、本当体感 本当すごかったんですけれども。いやそう嬉しかったです。結構たくさんの方からいい匂いあれたまに使ってるとか<う>あれ買ったよって言われます。あと再販してほしいっていう声も<あ>もう過去一多かった。嬉<で>しい。20年にね発売して一瞬で売れてしまったんですけれども。 それが再販ということになりました。ありがたいですね。はい、私もすごくあの作ってて楽しかったし、お気に入りの香りだったので。うん、再販はすごく嬉しいですし。あの、かつ。ね、この新しいやつが。えっと、洋梨とマシュマロミルクの香りなんですよ。あの、こっちのピンク。<laughs> ピンクの方が。<laughs> そう、これがすっごい。またいいんですよね。いい。あ。ちょっと、たかに、まだみんなには匂い分かんないからね。 これから説明をできたらなと思っているんですが。はい。はい、このね、画面越しに香りを。伝えるのが。とっても難しいんですが、なんと、今回はね、このイメージをね。<ん>してもらいやすいように。はい、こちら。<laughs> じゃん。ん <laughs> 香りのモチーフが。浮かんでおります。はーい。じゃ、あこの南ちゃん的に、この。浜辺のこだわりポイントをお願いします。はい。えっと。 前回の、えっと、マジョロマンティカ南の方が焦がしシュガーのベリーの香りっていうことで、うん、かなり甘くてこっくりしたあのなんていうんだろうなキューンっていう感じの <laughs> いいあの匂いだったとするならば、うん、今回の,あの浜辺の方はあのマシュマロミルクと洋梨の香りっていうことで結構優しいふんわりとした匂いになっていて、うん、あのお家にいる時とか。 寝る前とかにつけてもあの最初の匂いだけじゃなくて時間が経った後の匂いも柔らかくってリラックスできるような香りになってるんじゃないかなと思って今回は作らせていただきましたそう、ね、実際どんな香りがいいっていう時ね持って帰って寝る前とかねそうしてくれてちゃんとあのいろんなところで試したりとかそう時間経ってやっぱ匂いってこう変わるらしいので試して試行錯誤みんなでして。 やっとできたたになりました結構ねあの夜つけると自分がこうふんわり優しく包まれたような気持ちになってあのよく眠れたりとかあの幸せな気持ちになるので私はそれがいいなと思ったたポイントでしたあの朝起きた時もすごく香りがよくって程よいなんかこの優しさがあの嫌じゃないというかすごく心地が良かったので良、はあ、かったですすごく。 わかりやすい。やった。いやいや。なんかね、包まれてる感じがね。はい。はい。じゃあ、こう、ちょっと実際ね。う香りをね。そうですね。試しながら、あとこうね、掛け合わせをしてもね。そう。いいので,で。みなみちゃんにどんな掛け合わせがいいかを、はいうん。あ。そうなんですよ。あの。マジョロマンティカの元々のやつもあるんですけど。うん。そこと掛け合わせも良かったんですけど、ちょっと。 やっぱね、やっぱり浜辺と南っていうことでこの2つで 2> <laughs> やっぱこの掛け合わせは感性的なところはあるかなと思いますじゃあつけてみたいと思います香りをね香りを香りをもう皆さんにじゃ最,最初どうしたらこっちかなじゃあ最初じゃあ南行きます南からチョンってちょっとで結構香りがあのしっかりするので。 <で>南からの浜辺で、ヨナシとマシュマロミルク、新しい方。ちょん。これぐらいにしよう。で、瓶も可愛いですよね。いきまーす。ちょっと違う。<laughs> あ。<laughs> ああ、やっぱいい。<laughs> うんうん、あの試作品の段階の時にやったけど、久しぶりにやったですけど。なんだろう。うん、いい香りする。 うん、あの女の子らしい香りなのはもちろんなんですけど確か、あーなんて言うんだろう焦がししがあっとマシュマロなんだろうあーでもすごいいいちょうどいい雪が降っている中にこの香りがしたらいいなみたいなすごい、ね、すごい,いいです。 なん,だなんかやっぱりい香りが難しいですね伝えるの香り難しいね、うん、でもなんかすごい伝わってるってみんな女子力高いなみたいなんて言うんだろうキュンってする匂いです <laughs> はいなかなか他もねいろんな組み合わせもウェブサイトで載っているので、はい、すごいみんな香り届いてるって届いてます本当に、うん、嬉しいあ例えが綺麗だって ありがとうございます、ね、雪の中に。に <laughs> 雪の中でしたっけ。雪降る夜に。雪降る夜に。<laughs> 言ってないけど。<laughs> <laughs> マフラーを巻いた少女がこの香りしたら素敵なんじゃないかと。素敵素敵。学校にはね、はい、どっちがおすすめですかって言ってななあー。あら。難しい。どうしようかしら。え、どうしよう。どうだろう、<laughs> でも。 それはでも両方気分によって変えてもいいかなと思います同じ匂いずっとでもいいんですけどちょっと今日こういう匂いだなっていう気分の時にねつけてもいいかもしれないですはい。爽やかなちょっとねこっちの方がそう柔らかい,らかい爽やかな感じですよね洋、うん、梨のがさっぱりしてる感じ、うん、確かにあの南の方と比べるとちょっと本当うん あの柔らかいっていうか最初のファーストのパーンっていう香りっていうよりも不安って感じですね。うんうんうんはい。<laughs> 難しか,ったかな？<laughs> はい。難しいって。難しい。<laughs> しいはい。いやいいですね。い、えー。あでも伝わってたらいいなあいま。ま実際ね、こう店頭でね。うん。やはい。香りを嗅いでもらって。うん。 ぜひこの香りの皆さんでね、街が。溢れることを、ね。はい。クリスマスはみんな。この香りかな。ね。はい。なんか。スクショタイムって声が出てるってこと、ね。なんかニコって。していただいたりしてもいいんでしょうか。え、しのさん、ここから手を出してください。え、手。<laughs> なんか。怖くないだって、手だけでしたら。あ、だ、あ、か。あ、あ、あああああれも、これも。あ、すいません。 ぜひ、拡散させてください。よいしょ。優しいね、もうこれで。浜辺美波が揃いますね。揃っちゃいますね。いや、楽しかったです。作るの。はい。なに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 。 もうコメント欄がみんなピー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 ,ピー <laughs> ひどい <laughs> がすごいもう可愛いが止まらないですひどいよでもすごい楽しかったしこのコンケポ私瓶がまたいいんですよねこれおい二つ並べと置いといたらめちゃくちゃ可愛くないですかこれとこれうん可愛い本当に可愛い <laughs> えちゃんと聞いてました今 <laughs> サボってないですすごい聞いて確かにいいと思ってねすごい可愛くってでこれであのいつもの でもマ,マンティカの赤のやつと並べても、三本並べといてもめっちゃ可愛いですよね。さっきね、なんかこの。<laughs> いた記憶もね。可 <laughs> 愛い,い、ぜひ、はい、ね。では。なんか皆さんの。コメント。あ、読んでいきましょう。ん読んでいきましょう。もう可愛い,い、お茶目。可愛い,い。可愛い,いがすごくて、本当にもう。止まらないね。ね止まらないんですよ。飛んできたって、あ、拡散してまう。あ、嬉しい。 アイシャドウね、何つけても、あかねぐもっていう。ピンクの。ピンクの色。でも、ウェブではね、全色南先生に。つけさせていただいて。はいうんまあ、どれもこれも似合っておりますので。すごい使い、使い、つけやすかった、使いやすかった。ですよね。うん、すごい合わせやすいっていうか、馴染みがすごい良くて。あまりにも似合いすぎて。 すごく早く撮影終わっちゃってね。あ、すごい早かった。あれは嬉しかったですね。なんかあっという間に、あれ、取れちゃったね、取れちゃったね。ってねすごい変わったですね。はい。おすすめはだって。でも。ええ、でも、今のはやっぱりわかりやすい。あのの、伝わってると思うんですけど、じゃ、あそれ以外でいきましょう。うん。どうしようかな。あ、今つけて、しんのさんつけて、どうでしたっけ。私ね、これです。はがし。てあ、これ、はがれへん。はがれない。あ、じゃ、あこれごと持ってこいこれ。 私これも結構あほかのも全部使いやすいんですけどえこれは何ていう名前だこ,、ね、違うこっちだえっ、ー、キャラメルブラウンの方だえっ、ー、と雨粒<う>リズムのほう雨粒リズムの方があの全部キラキラしてるしラメもあるんですけどそのラメ感 の色が合わさったときに結構大人っぽくってうん、うん、今日は落ち着いたなんかメイクをしたい日とか落ち着いた TPO に合わせたいってい時にすごいいいなぁと思う色の組み合わせでした結構深い色もあのこのブラウンがあの深めの色なんですよ <laughs> <laughs> シールが取れちゃうなんかそうだからかすごいなんかシックに仕上がって で感覚があってよかったです<う>大人っっぽく仕上がっちゃうこの今並んでる今美みちゃんがいいって言ってくれた色はもうなんかイエベさんにもブルベさんにもどんな人でも似合うっていうのをね、うん、こだわって作ってなんか口元ねポイントにしたい時とかこのぐらいね<ー>色を抑えてもん,、うん、可愛かったですまあね4色買うと何せね絵がつながりますので <laughs> 何せねはいそうですね,ね。揃えていたただけたら <laughs> ねずっと売ってますもんね、うん、これは売ってますはいではですねうんあみんな使ってくれるって、うん、あら嬉しいあクリスマスにどれ男性におすすめの香水はどれですかって結構コメント来てるね男性にえでも男性のなんか か,から甘い匂、ね、かはああでも焦がしシュガーっていうのでただのシュガーじゃなくて焦げてるっていうのでちょっとビターを挟むんだったらこっちの最初の373の方もいいなんか男性がついて,てもキュンとするちょっと甘いだけじゃないよっていう焦がしが効いてるかもしれないですね。はい、はい ミータが使ったのは雨雲です。雨雲,雨雲です。雨雲リズム。ミスティーピントですね。じゃあくすみピントのものをつけています。はい。はい。ではですね。マジョリピア号のドレッサーコックピットに。そろそろ。戻りましょうかね。レ。ゴー。レッツゴー。<laughs> あっという間ですね。はい、あっという間でしたね。ねもう終わりなんですね。もしかしてなんだけど、あら。だんだんね、まとめのお時間になってまいりました。っした <laughs> あっという間で三十分、三十分半からぴったり始めましたもんね。始めました。うん、今回二回目のインスタライブ。しかも、あでもバーチャル配信って言ってるね。<laughs> いかがでしたでしょうか。 はいえっと1回目はかなりあのゆるゆるっとやってて2回目どうなるんだろうすごいリハーサルもたくさんしてもらって背景もあのー、ね凝った感じだったからってすごく緊張してたんですけどあの始まったら始まったで皆さんのコメントのおかげで想像以上に楽しく配信ができてしまいましたありがとうございます、えー、楽しんだ配信だったのでちょっと私のなところもあったかもしれないんですが。 楽しんでいただけたなら嬉しいですはいあっという間でした本当にねあってもらったなんかちょっとねいろいろうん出てきたりしたからねそうこれがねこれがこれがこれ覚えてます一番最初ね最初にニューズになった時にねこの調査した前で 撮影したりね乗車したりねしましたねそこからずっと旅をしてるわけなんでまだまだ <laughs> まだ運転してる途中なんであそうそう運転してる途中なんですけどなんかリアルにねねやりましたね,ねしたりしたので皆さん、はい、過去過去をも振り返って見れるのかなそうですねいや、ね、いろんなのまだまだありますもんねはい、はい、またぜひインスタライブできたらなと思っております思ってます <laughs> <laughs> 本日ね えっと紹介した新商品限定品は一部数日前から、はい、商品置いてるお店もあるかもしれませんが一応ね十一、うん、月二十一日全国のマジュオリカマジュオリカ取扱店舗でお買い求めいただきますはい香水だけちょっと私プラスでは取扱いしていないので、はい、ご了承くださいはいはいではでは最後に最後に とびっきりの笑顔を一回いただいてから。ですかね。はい。はい。い<や> <laughs> テスト頑張りますって、頑張ってください。テスト頑張ってください。では。<laughs> よし、これで思い残すことはない。ない。ですかね。はい。皆さんも質問とかも大丈夫ですね。はい。はい、それでは、今日はこの辺で。<laughs> はい。終了させていただきます。 はい、皆さんご視聴ありがとうございましたありがとうございましたじゃあね